ジェネレータはプログラムにおいて数列の各要素の値などを次々と生成し他の手続きに渡すという機能を持っている手続きである。値を渡す方法としてはコールバックのようにして他の手続きを呼ぶものもあれば呼び出されるたびに次々と異なる値を返す関数であることもある。呼び出されるたびに次々と異なる値を返す関数である場合は 参照等価ではない。イテレータは、コンテナに含まれる値一つ一つに対して走る、ジェネレータの一種である。ジェネレータの実装としては、コルチンやコール、CC やマルチスレッドを使う方法が考えられる。また、言語によって詳細が異なるものを、ジェネレータと呼んでいる。疑似乱数発生器は、ジェネレータの一例である。なお、イールドというキーワードを使っていれば、ジェネレータ。 と取られることもあるが間違いである。CL の歴史を記した A History of CL には Italitas were inspired by A Construct in Alphard Cold A Generator とある。Alphard のジェネレーターは IPLV に由来する。IPLV におけるジェネレーターは関数プログラミングにおける代表的な公開関数の一つであるマップ関数に似た働きをするものでリストの 各要素に適用するための手続きとリストを受け取って各要素にその手続きを適用したリストを生成する。他にアイコン Python JavaScript にジェネレータと呼ばれるものがある。Python では関数定義の中にイールド文があるとその関数定義は通常の関数を定義するのではなく一種のコルーチンの記述のようになる。イールド文を含む関数は イテレータと同じインターフェースを持つ呼び出し可能オブジェクトを返す関数になる。ジェネレータの語は、イールド文を含む関数定義により定義された関数と、それが返す、イテレータと同じインターフェースを持つ呼び出し可能オブジェクトを、はっきりと区別せずに使われているが、ここでは、前者をジェネレータ、後者をイテレータと呼ぶ。このイテレータは、ジェネレータの定義中の 各イールド文のところまで実行した状態を保存する、スタックフレームを保持するオブジェクトであると考えることができる。イテレータの next が呼び出されると、Python は保存されたフレームを復帰し、次のイールド文に到達するまで実行する。イールド文の実行によりフレームは再び保存され、イールドの引数の値が next の呼び出し元に返される。defCount toFlam. ホワイル True. イールド n n イコール1イグザンプルユーズ10から20までの整数を表示する for i インカウンドトゥフラム if i イコール20プリント i エルスブレイクもう一つのジェネレーター必要に応じて素数をいくらでも作成するデフプライムス n イコール2 p イコール while true if not any イールド n p-append, n イコール 1, f イコールプライムス ,fnext, 2,fnext, 3,fnext, 5,fnext, 7. 上記の例は、Python 2.5以上か、ナ n パイモジュールの絵に関数を使用できる環境で動作する。スキームでは、単純には遅延評価を利用した実装が考えられる。スフィー41というライブラリを使用。 ヘッド、イグザンプルユーズ、十から二十までの整数を表示する。コール、CC。デトレック、ダー。ブレイク、必要に応じて、素数をいくらでも作成するジェネレータ。デトレック、シーブ。ストリームコンズ、アブッチ、シーブ、ストリームフィルダー。ケースメッセージ。ヘッド、 2 3 5 7また、スキームにおいては、継続を使って実装したサンプルがある。C にもイールドキーワードがある。イールドステートメントを含むブロックを反復しもしくは反復しブロックと呼ぶが、これはジェネレータそのものである。スタートからエンドまでの整数を生成するジェネレータ。static i n u m e r a b i n t カウン n t to と、 イールドリターンアイ。イールドブレーク。蒸気ジェネレータを使用して、10から20までの整数を表示。フォーチ。コンソール。ライトライン。素数を必要なだけ生成するジェネレータ。スタティックアイニューマーアイター。ロングプライムス。ロング。n イコール2リットル。バリエーション。p イコールニューリスト。ロング。ホワイル。イフイールドリターン n。p アド。 N 蒸気ジェネレーターを使用して1000以下の素数を表示。バリエーションプライムスイコールプライムス。ホワイル、イフ、ブレーク、コンソール、ライトライン。ディスコブ、バーバラ、エイヒストリー・オブ・シエル。2008年3月8日へ図覧。バイソンエンハンスメントプリボゼルズペップ255、シンプルジェンライターズ、ペップ289。 ジェネレーターエクスプレッションズ、ペップ342、コルーティンズビアエンハンスドジェンナーイターズハット、ニューインジャバスクリプト1.7、2006年10月10日閲覧。キッセルヨフ、オレグ、ゼネラルウェイズ2トラーバースコレクションズインスキーム、2008年3月8日閲覧。イールド、ハットイールド、マイクロソフトドックス。ありがとうございます。